ドジャース大谷翔平投手は5日、日本時間6日から自身初のポストシーズンに臨む。移籍1年目の今季は54本塁打、130打点でリーグ2冠。打率310も自己最高で3冠王を狙える好成績を挙げた。昨季までと何が変わったのか、MLB 公式サイトの「ベースボールサバントで大谷の豪快な打撃をひもといた。シーズン終盤はリーグ2冠を独走したが、 今季残した打撃内容は圧倒的だ。平均打球速度95.8マイル、約154.2キロ、最高打球速度119.2マイル、約191.8キロは共に自己最高。特に平均打球速度は昨季94.4マイル、約151.9キロから1.4マイル、約2.3キロも速くなっている。右肘のリハビリ中に打球速度を上げるとは、 長打になりやすい打球角度と打球速度を示すバレルゾーンはリーグダントツの103球リーグ2位はブレイブスオズナの68球打数のうちバレルゾーンに入った打球の割合を示すバレル率21.5%もリーグトップで昨季から1.9%アップさせている打率の期待値を示す XBA320 はリーグトップ首位打者のパドレス・アラエス XBA312 を上回る高数値で シフトがなければ三冠王を獲得できたということになる。打球速度95マイル以上の打球割合を示すハードヒット率60.1%もリーグトップ。昨季54.2%から大幅にアップさせている。いかに確実にコンタクトして速い打球を飛ばしているかがわかる。